提出者から趣旨の説明を聴取いたします。今井雅人君。ただいま議題となりました、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。本修正案は、 政府提出の原案における入院の措置等に係る罰則、および積極的疫学調査に係る罰則、並びに緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の際の命令に違反した場合の罰則の見直し等を求めるご意見を踏まえ、また迅速な対応が求められている現下の状況にも鑑みつつ、与野党において真摯な修正協議を行い、 国民的見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて取りまとめたものであります。次に本修正案の主な内容についてご説明申し上げます。第1に、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に関する修正事項であります。これに関してはまず 入院の措置等により、入院した者がその入院の期間中に逃げたとき、または入院の措置の対象者が正当な理由がなく、その入院すべき期間の式までに入院しなかったときの罰則について、政府提出の原案においては、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金の刑事罰とされていたものを、50万円以下の科料といった行政罰に修正することとしております。 次に、新型インフルエンザ等感染症の患者等が、都道府県知事、または厚生労働大臣が行う積極的疫学調査に対して、正当な理由がなく応じなかったときの罰則についても、同じように政府提出の原案においては、50万円以下の罰金の刑事罰とされていたものを、30万円以下の科料といった行政罰に修正することといたしております。 また、この行政罰である科料に前置きする手続きとして、新型インフルエンザ等感染症の患者等が、積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお、感染症の発生予防、またはまん延防止のため、必要があると認めるときは、都道府県知事、または厚生労働大臣は、 当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合に初めて過量の対象となることとしております。また、この命令については、必要な最小限度のものでならなければならないということを明記するとともに、書面による通知に関する規定を整備することとしております。このような規定を整備することによって、 行政罰とととといいえども慎重かつ権力的な姿勢ででってて対処すするるべきこととしているとこしろであります第二に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に関する修正事項であります。これに関しては、緊急事態宣言時の特定都道府県知事による命令に違反した場合における過料の額を、政府提出の原案における50万円以下から30万円以下に引き下げるとともに、 まん延防止等重点措置時の都道府県知事による命令に違反した場合においても、おける過料の額についても、政府提出の原案における30万円以下から20万円以下に引き下げる修正をすることとしております。なお、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正については、感染症の発生予防、または まん延防止のための措置の実施に対する必要な協力の要請対象として、医師等に加えて医療機関を明記する修正もすることとしております。このほか、以上の修正に伴って生ずる条文整理等所要の規定の整備を行うこととしております。以上上でありりままますす何卒委員各位ののの賛同をお願い申ししげますこれにて修正案の趣旨の説明は終わりました これより、原案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次、これより。